皆さんこんにちは。本日は必見アレデロシリーズ、あなたに合うシューズはこういったテーマです。さあ皆さん、マラソンシーズン、駅伝シーズン到来でございます。練習がうまく詰めてるかっていうのも気になるんですけども、皆様がもう一つ気になるのは、そう、シューズですね。どのシューズ練習しようかな、この悩みっていうのはつきませんよね。そして目の前にも並んでるこのシューズの通り、アディダスにも素晴らしいシューズたくさんあります。ただそんな中でよく聞く質問、いいシューズたくさんあるのは分かってるんだけども、どれ選べばいいか、自分の走力にどれが合ってるのか分からない、こういった声です。今回はアディダスの中でもアレデロシリーズ、主力の5足を詳しく解説して、走力レベルやどんなシーンで使えるか、これをね徹底的に解説していきます。今回の動画を見ていただくことで、皆様がアレデロシリーズをどう使い分けたらいいか、これ理解できると思います。そして今皆さんの目の前に並んでるのが、9月15日に新発売された新色ニューリリースカラーですね。アレデロシリーズはカラーも豊富なので、おしゃれに走りたい、そんなランナーの見方もあります。このニューカラーもめちゃくちゃかっこいいですよね。そんなところでも使いやすいアレデロシリーズ徹底分析していきます。それでは行きましょう。各シューズの説明の前に、そもそもアレデロシリーズとは何なのか。アレデロは十数年以上前にアディダスのシューズクリエイターである大森俊明さん、この方が1秒でも速いベストタイムを目指す、そういったアスリートやランナーの記録更新のために、軽量性を重視して開発されたランニングシューズですね。アレデロのキーメッセージ、思いとしてあるのは、ベストタイムを目指すため、記録更新を狙うため、その思いで開発されたシューズがアレデロシリーズです。そしてその記録更新のために、シューズの全ての要素を慎重に検討されています。ただ速く走るためではなく、走るための快適さ、ここを損なわないためのデザインも重要視されています。まさに市民ランナーの僕たちの味方というわけです。グッとくる思いがありますよね。ではここからはこの5足のシューズの概要を説明していきたいと思います。トップバッターはこいつ、アディデロアディオスプロ3です。コンセプトはフルマラソンで最速を目指すランナーへ。2022年度のワールドメジャーマラソン、なんと優勝者の 50% が着用しているシューズです。まさにね、勝つためのシューズといっても過言ではありません。低ミットで高反発を生み出せるライトストライクプロ、前面に張り巡らされたエナジーロッド、使用レベルはサブ3からサブ映画を目指す、そしてさらにサブ 2.5 などを目指す、いわゆるハイレベルなランナーです。反発が強力に生み出せる分、当然足にかかる負荷は大きいので、フルマラソンでも特にスピードを求めるランナーの方が愛用するシューズです。そういったランナーがレースや模擬レース、そしてポイント練習や30キロ以上のレースペース走など、そういったシリアスなシーンでの使用をお勧めします。特に我々市民ランナーには、サブ3やサブ3以上を目指すランナー、そういった方であれば強力な助けになってくれるでしょう。僕自身もレースシューズはこのアディオスプロ3を使っています。2足目はこちら、アディデロ匠戦9。コンセプトはロードレースで最速を目指すランナーへ。5から10キロのロードレースのために生み出されたシューズです。しかし長い距離でも使用はされており、國學院大學の平林選手は匠戦を使用して箱根駅伝で5人抜きを達成しています。そして新谷仁美選手も匠戦でクイーンズ駅伝に出場されています。5キロからハーフマラソンぐらいまではしっかり対応できるシューズじゃないかなと思います。そして僕のチーム高山マラソン RC でこの匠戦9はめちゃくちゃ人気で、フルマラソンで使用している人も多いということをお伝えしておきます。よく比較されるのがアディオスプロとの違いですね。簡単に違いを説明すると、アディオスプロより軽いのはこの匠戦、アディオスプロ3が 210g なのに対して匠戦9は 180g、 そしてヒールの厚さ、アディオスプロ3は 39.5 に対してこの匠戦9は 33.5、 そしてこのエナジーロッドにも違いがあります。アディオスプロ3はカーボンを使用しているのに対して、匠戦9はグラスファイバー製です。グラスファイバーというのはカーボンに比べて反発力は弱いんですけれども、柔軟性、柔らかさがあって小回りが効くというのが特徴です。まとめると、反発を生みやすいパワーのアディオスプロ3、そして小回りでテンポを刻みやすい、つまりピッチが刻みやすい匠戦9、長い距離ならアディオスプロ3、ハーフまでの距離なら匠戦でも十分いけるということです。そして筋力の少ない女性であったりとか、ピッチ走法の方にはフルマラソンでも十分に活用可能な一足です。ちなみに僕高山はポイント練習と使用していますが、十分スピードっています。というよりめちゃめちゃスピードっています。3足目はこちら、アディダスボストン12。このシューズのコンセプトは自己ベストを目指すマラソンやロング走に、グラスファイバー製のエナジーロード、そしてライトストライクプロが使われています。シューズの重量は 270g あって、エリートシューズとは言えないかもしれません。ただしトップランナーの練習シューズとしてはすごく理にかなっています。かかとの厚さが 39.5 あるのですが、その分重量があるので安定感があるんですね。そしてグラスファイバー製のエナジーロードが使われており、スピードもかなり出ます。安定感を求めつつもスピードを出していきたいサブ4からサブ 3.5 の方、こういった方々のレースシューズとしても活用してくれるでしょう。逆にね、サブ4やサブ 3.5 の方だと、アディオスプロ3は反発が強すぎて足が持たない可能性が出てくるんですね。そういった方はこのボストン12をレースシューズにしてください。そしてサブ3以上のランナーの方はこちらをレースシューズとして使うのはめちゃくちゃありです。4足目はこちら、アディダスジャパン8。コンセプトはスピード練習からロードレースまで。
なんとこのご時世カーボンやグラスファイバーは一切使っておりません。そしてかかとの厚さは 28mm、 シューズの重量は 215g、 いわゆる薄底シューズですね。この薄底シューズの利点っていうのは接地の感覚と筋力強化、つまり足の感覚を養ったり足の筋力を鍛える、そういった用途でも使えるシューズです。カーボンやグラスファイバーが入っているシューズはシューズの助力っていうのはすごく大きいんですね。そしてこのジャパン8っていうのはシューズの助力を極力抑えています。ということは自分の足を使って走る、つまり足を鍛えるシューズにもなります。そして薄底の利点でもある接地の感覚を養う、そうすることでフォームの改善に役立て、これは怪我の回避にもつながります。そして足を鍛えることによって後半の失速、これも防げます。なんかそこだけ聞くとクロート好みのシューズかなと思うんですが、厚底シューズやカーボンがトレンドだからこそ足を鍛えるシューズの重要性、これがね増しているわけです。と言ってもですね、ここにライトストライクプロ、反発を生み出せるソールが入っていますので、スピードもね十分に出るのがこのジャパン8です。つまりは日々のジョギングをジャパン8にし、足を鍛える接地の感覚を養うのも丸、そして慣れてきて足が鍛えられたらこのジャパン8をポイント練習にするのも OK。 足を鍛えることによってよりエイドシューズを使うことができます。トレーニングシューズとしても欲しいですし、そして反発も十分に生み出せるシューズなので、速さと強さを求める人には絶対に欲しい一足です。そして最後はこちら、アリゼロ SL です。コンセプトはジョグから初レースまで全てのランナーへ。 SL とはスーパーライトの略です。軽量性と反発、2つを兼ね備えたシューズです。カーボンは一切使われておらず、シューズの重量は 240g、かかとの厚さも 33mm としっかりと厚さも保たれています。エリートランナーであればリカバリージョグやイージージョグ、このタイミングで使うのがいいんじゃないかなと思います。しかしこのシューズがすごいところは、前足部半分より前側にライトストライクプロ、反発素材が使われているんですね。なのである程度のスピードも出すことができるんです。これから走り出す市民ランナーの皆様はかかとが厚いので日々のジョギングで足を守りながら走れます。しかし反発も十分に使えるシューズなので、レースでも十分に使用することが可能なんですね。つまりこれから走り出すランナーの方やサブ4を目指していきたい、そんな皆様はレースから練習までこれ一足で網羅できるすごく素晴らしいシューズです。実は今まで紹介した5足のシューズの中で全レベルのランナーの方が持ってほしいシューズ、どのレベルの方でもいろんな用途で使える素晴らしいおすすめのシューズがこのアリゼロ SL です。以上5足が今回紹介したい5足です。でここからは実際履いた感想なのですが、今回は僕ではなくて新メンバーにこのシューズ履いてもらいました。実際に履いたリアルな感想ですので、ぜひ聞いてほしいです。それではシーンチェンジ。はい、では今からですね、高山のさん RC の練習会が始まる前なんですけども、今日のメニューはですね、8000プラス 1000m、 8000のペースの後にですね 1000m の TT を行ってですね、そこでスピードの強化をしていくというメニューなんですけれども、その中で先ほど紹介したアリダスのシューズをですね、実際にメンバーに履いてもらって感想をもらおうかなと思ってます。実際にね、履いた感想をね、いろんな人が聞ける方がね、皆さんも参考になるかなと思うので、ぜひともね、感想を楽しみてください。それでは練習会行ってきます。はい、今ですね、練習会が終わったんですけれども、今日はね、8000m プラス 1000m というメニューを行いました。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日ですね、ありがとうございます。今日ですね、5人のチームメンバーにですね、シューズを履いていただいて、そして、シューズ実際どうだったかなってね、インタビューを今から行っていきたいと思います。今日アディオスプロ3を履いてくれた岡さんです。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。岡です。フルマラソンのベストタイムは2時間53分48秒です。早いですよね。今年はどれぐらい目指してるんですか？今日サブ映画を目指して頑張ってます。もういけそうですか今年は？今ちょっと調子良くないけど、冬しっかり走れるようにちょっとずつ調子上げていけたらなと思います。これは期待大ですね。その中でどうでしたか、このアディオスプロ3今日履いてみて。今日初めてアディオスプロを履いてみて、最初ジョグの時はちょっと結構いろんなところに跳ねるなっていう感覚あって、走りづらいなと思ったんですけど、1000m の TT の時に3分25ぐらいで走ったら足が勝手に前に出る感覚があって、すごく走りやすいなと思いました。じゃあどっちかというとスピードが出てきたら恩恵を感じるなっていう。はい。じゃあこのアディオスプロ3レースだとどんな感じで使おうかなってお母さんのイメージとかありますか？そうですね、スピードの時にシューズの恩恵を受けるので、10キロやハーフからしっかりスピードの恩恵を受けて、それをフルに活かしていけるようにしていけたらなと思います。いいですね。ぜひともね、このアディオスプロ3でね、サブ映画頑張ってくださいね。はい、頑張ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次にですね、今日匠戦9を入ってくれたあやかちゃんです。あやかちゃん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あやかです。フィ
ルマラソンのベストタイムは3時間11分24秒です。今年はどれぐらいタイム出しますか？今年は頑張ってサブ3目指そうと思ってます。頑張ってください。はい、彩香ちゃん、今日匠1009履いてみてどうでしょうか？そうですね、普段から、ポイント練習の時は匠1000でいつも履いてるんですけれども、軽くてこう自然と足がくるくる回るような感じなので、すごく走りやすくて気に入ってます。じゃあ実際ポイント練習でも全然ガンガン使えるってことですか？そうですね、ポイント練習の時とあとはレースの時に私は使ってます。彩香ちゃん、ベストも匠1000出してますもんね。はい。自分フルマラソンで使ってみてどうですか？実際フルマラソンで使ってみた時もちょっと不安もあったんですけど、全然こう最後まで足は持ってくれて、そんなに後半失速することもなく走り切ることができました。全然フルマラソンでも使えるってことですね。はい。おお、なるほどなるほど。ぜひともじゃあこの匠1000を使ってですね、国際とかサブスリーね、頑張ってくださいね。はい、じゃあ次はですね、今日ボストン12を履いてくれた中川さんです。中川さん、今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。練習きつかったですか？いやー、楽しかったです。はい、大好きなんです。サブ 3.5 を目指して日々練習しております、中川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。サブ 3.5 を目指す、めちゃくちゃいいですね。はい、ちなみにベストはどれぐらいですかね？ベストは3時間48分30秒です。あと18分。そうです。今年どんな感じですか？あー、もう全然余裕でクリアしたいと思います。マジっすか？もう力強い。めちゃ期待してますよ。ありがとうございます。ボストン12使ってみて感想なんか聞かせてください。あー、すごかったですね。まず跳ね感がすごく良かったですね。トランポリンのように弾むというよりかもう跳ね返り、この力がもうすごいですね。もう踏んだ分だけ返ってくるみたいな感じなので、僕みたいなこのピッチ走法のランナーにとってはもう扱いやすいシューズだなと思いました。あー、なるほど。ピッチも保ったまますごいストライドが伸びていく感じですかね。あー、そうですね。どういうケースでボストン12使っていこうかなって。今日の練習で一応4分30秒から5分20秒まで1キロごとに走ってみたんですけ どのタイム帯でも全然使えるようないいシューズなので、サブ 3.5 を目指す人のインターバル走からもうサブ4までのレースペースですかまでもう全然使えるようなシューズだと思います。あー、なるほど。そんだけ幅広く使えると。はい、もう全然。高田さん、レースシューズちなみにどうされますか？もうこのボストン12で勝負をかけたいと思います。お、マジっすか。はい、ぜひともね、このボストン12でですね、サブ 3.5 目指して頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。皆さん、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。次はですね、本日ジャパン8を履いてくださった土手川さんです。土手川さん、今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。よっしゃ、今日の練習どうでしたか？今日すごい楽しかったです。おー、いつも楽しそうですもんね。はい、そうですね、いつも苦しくも楽しんでます。土手川と言います。フルマラソンのベストは3時間28秒であとちょっとで及ばなかったので、今シーズンは3時間切りサブ3絶対やりたいと思います。もうすぐそこですからね。はい、あと一歩です。今年はもういけるでしょう。行きます。いや、もう行ってもらわないと困りますんでね。はい、ぜひとも今年はサブ3目指しましょう。頑張ります。小手川さん、今日ジャパン8入りどうでした？感想聞かせていただければ。はい、感想はですね、すごい軽くてすごいバランスのいいシューズかなとは思いました。まあ、普段割と打つとこでインターバルとかスピードトレーニングやってるんですけども、全然それでも使えますし、もちろんフルマラソンとかハーフとかでも十分使えそうな、すごい足が前に 出やすいようなシューズだったので、すごいいいシューズだと思います。ジャパンエイドでカーボンも入ってないけども反発素材がしっかり入っているので、じゃあ薄底の感覚で履けるんですけども、普段履かれている土手川選手はどうですか？そうですね、十分普段カーボンシューズも履いてるんですけども、全然それに引きを取らないぐらいで、カーボン履いてないもすごい軽くてすごい履きやすかったです。だからカーボン入ってないし、足のトレーニングになるし、それでもスピードも出せるし、トレーニングとしてもね、すごくいいシュートですよね。はい、もう何でも使えるシュートだと思います。なるほど。小手川さん、このジャパンエイドどういう踊り使おうと思ってます、これからは？まずはハーフマラソンぐらいでしっかりこうハーフの自己ベスト出せるようなシュートだと思いますので、それを目指してやっていこうと思ってます。お、なるほど。今年はハーフの自己ベストを目指して、はい、頑張っていきましょう。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、じゃあ最後はですね、本日アリゼロ SL を使ってくれた山下さんです。山下さん、今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日練習どうでしたか？苦しかったですけど楽しかったです。山下さん、トライアスロンとかしますもんね。そうですね、フルマラソンのベストタイムが3時間48分です。山下です、よろしくお願いします。お願いします。目標タイムは？はい、目標は3時間半です。お、3時間半、はい、中川さんと一緒ですね。そうですね、はい、2人でバチバチやってほしいですね。頑張ります。頑張ってください。皆さん、実は今日初めて履いてみてどうでしたか？はい、マラソン経験は浅いので、シューズの種類とかを模索中なんですけれども、このシューズ非常にこうクッション性もあって、でちょっとスピードを出した時でも推進力が得られるという、新しい技術が入っているなと思われるシューズでした。はい、なるほど。不思議な感覚です。はいはいはい、イメージすると、はい、クッションもあって足も守られるけども
スピードを出そうと思ったらスピードを出せる。そうですね、はい、なるほど、はい、めちゃくちゃいいとこ取りのシューズですね。そうなんですよ。実際このシューズってやっぱりトップランナーの人もジョギング用で使ってたりとか、はい、あとは初めてマラソンを走る方が、はい、あの乾燥めのシューズとしてすごく良くて、はい、なんか実際そんな感じがされました、ね、すごくそういう感じがしましたね。はい、いかがでしょうか。メンバーみんなね、緊張してるかなと思ったらね、そんなことなかったですね。一番緊張したのは僕でした。ただ、実際履いた感想はあんな形になります。僕自身も実際全部履いたんですが、確かに皆さんが話した内容と同じです。じゃあ僕自身がどういった使い方をしていくか。まず、レースや模擬レース、大事な外したくないポイント練習は、アディオスプロ3。そして、日々のポイント練習は、匠戦9やジャパン8を使います。強度が高そうで、できるができないかの瀬戸際の、そんなポイント練習は匠戦9を使ってシューズに助けてもらいます。ただしっかりこなすポイント練習っていうのもあるんですね。要は外さないポイント練習ですね。そんな練習は足を鍛えるため、接地感覚を養うためにジャパン8を使います。そしてロング走はボストン12、最後に日々のジョギングやリカバリージョグ、これはねアリゼロ SL ですね。僕はこういう程度でこれからね使い分けていこうかなと思っています。使う参考にしていただければなと思います。今回の動画で、あ、気になるシューズあったなと思ったらね、ぜひともね動画概要欄からチェックしてみてください。サイトを貼り付けています。そして初めて知るシューズだけど購入したいな、そんな方はアリダスさんの店舗に行っていただいて足を通してみてください。そしてフィーリングアイバー、ぜひともね試していただければなと思います。本当にねカラーリングもかっこいいし、いいシューズたくさん揃ってます。ぜひともねアリダスのシューズを使って自己ベストを狙ってみてはいかがでしょうか。僕もねこれらのシューズを活用してベストを出していきたいと思っております。秋のマラソンシーズン、駅伝シーズンね、ぜひこのシューズで乗り切っていきましょう。最後にね高山の楽しい、あんな感じね愉快なメンバーと楽しく活動しています。練習はねガチで行ってますので、ぜひとも着てみたいなと思う方はね動画概要欄、 LINE 公式アカウントからチェックお願いします。では本動画以上となります。最後の締めはこちらでどうぞ。チャンネル登録と高評価、そしてアディダスよろしくお願いします。テイク2です。